接続テストをします。今回はキャノン純正の EOS ユーティリティを使います。ここでスイッチを入れます。これで今接続されました。キャプチャー1を起動します。キャプチャー1では、キャノンに接続しないような設定をされています。接続はキャノンの EOS ユーティリティ、それをハードディスクに記録後、キャプチャー1が自動読み込みをしているというやり方です。ここで一旦接続を切っています。EOS ユーティリティが切れました。再接続しています。自動的にユーティリティの方でつなぎます。